はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、ちょっとですね、トランプさん関連のお話をですね、していきたいと思うんですけれども、今ですね、アメリカでは共和党の予備選がね、行われていたと思うんですよ。で、そこでですね、まあやっぱりね、共和党の中にも民主党寄りというかですね、まあリノと呼ばれる存在の方々がね、結構いたりとかするということは皆さんもご存知かなと思うんですけれども、で、今回ですね、まあ1月6日ね、例の1月6日の事件とかがあったと思うんですが、その委員会のですね、副委員長まで務めたですね、例のリノであるリズ・チェイニーさんがですね、大敗を喫すということで、もうね、日本のメディアとかはですね、もうほんと産経とかもそうなんですけれども、テレ朝とかもね、このチェイニーさんが、まあかなり接戦というか、むしろ勝つだろうぐらいな感じでね、日本では報道してたわけなんですけども、一撃必殺でもう終わったというような状態になっておりまして、まあこれに関してですね、かなり共和党サイドから、まあ保守派のね、方々はですね、ほんとお祭り状態になっているような状況になっております。まあそもそもですね、あのタイミングでね、まあやらかしたことだったりとか、状況から見るにもそうですし、そもそもね、世論調査でもこの方のね、人気というかそういったものはね、もうダダ下がりの状態になっていたと、まあ明らかにおかしかったわけですよね。まあそういったところでですね、こういった方がでね、この、もう初期段階でね、大敗を喫すということでですね、本当にね、今、現状で、ね、アメリカもなかなかね、いろんな問題があったりとかもすると思うんですけれども、やはり国民の声というのはですね、かなり上がってきてるのかなというふうに思うところですね。はい。で、しかも、日本のね、メディアとかもですね、まあ、先ほど言ったように、ずっとチェイニーが勝っても不思議ではないと、ようなことを言ってたわけですから、まあ、そこをですね、まあ、またやり過ごすのか、またよくわかんない言い訳をかますのか、まあね、言っていたことと全くね、現実が追いつかんということでですね、まあ、メディアはですね、日本メディアは、葬式状態になっていると。まあ、今回のですね、これもですね、まあ、2022年の、まあ、中間選挙も秋にあると思うんですけど、そこに対してもですね、かなり追い風になってきているのかなと思います。し、まあ、2024年もですね、まあ、そこに連鎖的にですね、いい傾向になっていくんではないかなという状況が今現状あるような感じですね。ただ民主党サイダーも本当に追い込まれすぎてですね、もうなんて言うんですよね、もうかなり、まあ、めちゃくちゃなことをね、いっぱいやってきているようなね、状況になってるかなと思うんですが、まあ、そんだけ追い込まれてるんだろうなと。いうところです。で、今まさにですね、まあそちらの方の問題では、まあトランプさんのですね、お家のですね、家宅捜索、まあ強制襲撃というかですね、まあほぼそういった形で、やられたことが問題になっていると思うんですけれども、米司法省がですね、またふざけたことを言っていて、宣誓供述書というものがですね、まあ公開すれば、まあ今回の件に関しても、まあトランプさんに何か落ち度があったっていうことがね、わかるということで、その公開をしろということをね、共和党サイドが言ってるわけなんですけど、なんとですね、それに関して、米司法省は反対していると。なんで反対するのか不思議ですよね。まあ、誰かがですね、何か告発したから、まあ、今回の件にもね、なっていたりとか、あとはまあ誰かが承認したからなっているわけなので、まあ、その正当な理由がちゃんと示されなければならないような事態だと思うんですよ。本当この歴代大統領の中でこんな風にね、まあ大統領辞めてからですね、まあ家宅捜索の状態になっていて、しかも中身がですね、かなりガバガバ、ザルの状態だったというようなところでですね、まあこういった襲撃に遭っているっていうのがですね、本当に信じられない、状態になるんですが、ただ裏を返せばもう本当民主党サイドというかですね、そういうリベラルな、方向の人たちというのがもう追い込まれすぎても本当ね、そんぐらいのことしてどうにかしていかないともうどうにもできないというレベル感にね、なってきてるんではないかというような、状態になってきていますよということの表れかなと思います。で、しかもですね、その中でやっぱりね、変なポイントとしましては、まあ、バイデン政権もですね、今かなり支持率がですね、過去最低のね、状態になっていますし、まあ、過去最低の支持率大統領というね、まあ、そういったレッテルを貼られているわけなんですけれども、まあ、ここ1年半、まあ、国家安全保障のですね、差し迫った脅威があるんだとしたら、この1年半待つ必要はなかったわけですよ。1年半前に、まあ、同じような襲撃というね、ところまで行かずともですね、捜査することはできたわけなんですが、まあ、本当にですね、この秋に、中間選挙がある、もう3ヶ月前の段階で、急にそれをやり始めたというところがですね、もうどうしても腑に落ちないということをですね、FOX ニュースのね、タカ・カールソンさんも言ってるんですけれども、本当にそうだなと思います。で、しかもね、新たな情報としては、トランプさんがですね、言うにはですね、今回家から押収されたものの中に、まあ、機密文書とかね、そういったものだけではなくて、勝手にパスポートがね、もう3つも、持ち逃げされていたということで、後から、FBI がですね、それを返しに来たというようなお話をしてるんですけれども、今ですね、有効期限のあるようなものからないものまで全部ですね、もう全部ガッサー持ってかれたということでですね、本当におかしな事態になっている、ところかなと。
皆さんどうですかね、家に誰かがね急に押し入ってきてパスポートとか持ってかれたらすげえ怖いですよね、本当に。まあ、それが一国の元大統領というふうなですね、まあ、そういった位置づけの方のところにねそういった襲撃のような形で来てるわけですから、言っちゃえば一般市民にも、まあ、そういったところに自由性っていうのがないということをね一つ表しているようなものかなというふうなところでですね、本当に、これはですね、まあ、自由国家であるですね、アメリカの中で本当異例の尋常じゃない事態であるというような、状況になっています。で、おまけにさっきも言ったようにですね、正当な理由があるのであれば宣誓供述書をね、まあ、出せばいいものの、それをね、ずっと拒否しているというようなね、ことを言っていて、これ CNN の方ではですね、全く違くね、まあ、取り上げられていて、宣誓書のですね、まあ、公開ね、反対しているということは言ってるんですけれども、まあこれをですね、まあ決行、この捜査を、まあ決行した際にはそれが必要となるだけの相当な理由が、まああって、それを説明したからだというふうにですね、こちらのメディアではね、語られているんですけれども、本当にそうだったのかなっていうところですよね。で、おまけにですね、そこに関わったとされている人たちはもうだんまり決めちゃってるようなね、状態になっておりますから、今回のこれがですね、まあある意味ですね、こう解決された暁には本当に2022年にね、逆に共和党にとってね、超絶的な追い風になるんだと思いますんで、まあなかなかですね、まあこの状況に関してはちょっと注目していくべきポイントかなというふうに思っております。まあしかもね、アメリカであったことっていうのはですね、まあ今回のガソリン問題とかもそうだと思うんですが、もうかなりですね、日本にとってもね、やっぱ痛手になったりとか、まあもしくはいい方向に進んだりとかね、するような影響がやはりね、あるわけですから、まあここからのですね、物事っていうのは本当にね、日本も注目すべきポイントになっていくのかなと思います。で、しかもですね、まあ、トランプさんがね、そんな目に遭ってるわけなんですけども、今度ですね、トランプさんの顧問弁護士だったジュリアーニさんですね、ルディ・ジュリアーニさんの方もですね、ジョージア州で捜査対象になっているということで、こちらはですね、米ジョージア州の検察が、トランプ前大統領の元顧問弁護士、ルディ・ジュリアーニ氏に対し、特別大審院の捜査対象になっていると告げたことが分かったと。で、これはですね、2020年の大統領選で、ジョージア州の選挙結果をこう覆そうとした試みをめぐって、トランプ大統領だったりとか、その協力者が、法律違反を犯していなかったかを調べるというようなね、内容なわけなんですけども、まあ、皆さんもね、もうご存知かと思うんですが、ぶっちゃけ、このジョージア州だけじゃなくて、アリゾナとかもそうだと思うんですけど、変な行動っていうのがですね、もうバッチシ、監視カメラで、防犯カメラにね、映ってるものがですね、もう公開されてたりとか、もう本当にですね、票の入れ替えとかがあったということは分かりきってるわけですよ。なんですけども、そういったところがですね、まあちゃんと操作されないままというか、まあされそうになったんだけど、結局もみ消されたというか、まあそういった状態になっていて、まあなかなかですね、悶々としたような状態が続いていたと思うんですが、このタイミングで、本当にさっきのね、家宅捜索の件もそうなんですけども、このタイミングでなぜ今度はまたね、ジュリアーニさんとかその辺のね、捜査を行い始めていて、しかももう2年経ってるわけですよ。はい、2年経っていて、もっと別のところを操作すべきね、ポイントっていうのはいっぱいあるにもかかわらず、なぜこんなに保守層だけがですね、2020年のね大統領選をめぐって、まあ、因縁吹っかけられて法律違反を犯してなかったかを調べなきゃいけないという状態になっているのかというところがね、本当に腑に落ちないというか、まあ、気に入らないポイントだなというふうにすごく感じていますね。おまけにですね、もうね、昨日の僕の方の動画でもお話ししたんですが、まあ、FBI からですね、すでに宣誓供述というか、何人かがですね、内部告発として14名のね方が、共和党サイドの方に行ってきているわけなんですけれども、やっぱそのバックはですね、FBI はやっぱりね、操られているだけであって、その上に位置する人間たちが、全て関与しているというようなことを言っているというような状態になっています。なので、まあ、言ってしまえば今回のこれはですね、もう本当に2022年、まあ、中間選挙及び2024年の大統領選、それに向けたサボタージュ、まあ、破壊工作であるんではないかなというような、状況かなと、思いますので、まあ、こちらの方もですね、随時、日々ですね、情報更新あるかなと思いますので、また新たな情報ありましたら僕の方からもですね、お話ししていきたいと思いますので、ぜひ皆さんお待ちいただければと思います。まあ本当にね、まあこれから先のですね、中間選挙だったりとか、そういったところが本当にね、楽しみな、状態になってきたなと、もう本当にですね、民主党サイドの悲鳴が聞こえてくるような、なんか断末魔が聞こえてくるようなね、そういった状況になってきてるかなと、マジで後がないんだなというところまで、ようやく来たなというようなね、ところになっておりますので、まあこの辺がですね、まあいい方向にね、すべて進んでいってくれたらすごく嬉しいなと思いますので、今後もですね、いろいろ応援だったりとか情報発信をしていきたいと思います。で、今ですね、僕のね、YouTube の概要欄の方にはですね、僕の運営しているセカンドチャンネルだったりとか、その他の SNS などの、URL を貼り付けておきますので、そちらの方から皆さん、フォローと追加、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。というわけですね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。